2キロ540秋、丘アルチ山は JR 東日本都市開発が東日本旅客鉄道山手線、京浜東北線の秋葉原駅岡地町駅間の高架下で運営する商業施設。本校では同地域で JR 東日本都市開発が運営する他の商業施設についても説明する。2010年12月10日に開業した。 一致としては、倉前橋通りの北側の箇所となる。名称の2キロ540は、東京駅を起点としたの距離で、東京駅から2540メートルイコール2キロ540メートル付近にあることを示し、秋岡は、秋葉原と岡地町の中間にあることを、アルチザンはフランス語で、職人をそれぞれ意味する。周囲には、職人が古くから数多く住んでおり、 また自らものづくりを行うクリエイターが増えてきていることから、こうしたものづくりの土壌を生かし、職人的なクリエイターによる店舗を入居させ、従来型の商業施設と異なるコンセプトで運営を行う。第一期として入居している32店舗は、アトリエや工房を構えたものが中心となり、カフェなどもある。見たり購入したりするだけでなく、訪れた人が、 ものづくりを体験できるワークショップも開催している。2011年9月29日に第2期として北側に新たに20店舗がオープンした。JR 秋葉原駅、岡地町駅間降下した開発の第2弾として、2013年7月5日に秋葉原駅付近のガード北側に、茶原秋、岡マルシェを開業した。名称の茶原は、かつて当地に存在した。 神田製菓市場の通称、やっちゃばと秋葉原を組み合わせた造語で、マルシェはフランス語で市場を意味する。日本の食をテーマとし、キーテナントとなる日本百貨店食品館には日本各地のエリスグリの食品が揃えられる。JR 秋葉原駅、岡地町駅間降下した開発の第3弾として、2015年7月10日に、茶原秋、岡マルシェの北隣にオープンした。 地方の B 級グルメイベント B-1 グランプリを主催する IB リーグが公認する都内初の常設店舗となる。前の2施設と違って建物とはなっておらず、硬化した部分にトレーラーやキッチンカーを並べる形式で店舗を置く。出店する料理は不定期で入れ替える。2016年10月30日をもって営業を終了する。AB 秋葉原岡ち町間の JR 高架下に完成した2キロ5 4 0とは日経トレンディネット。2015年7月11日へ閲覧。AB、実は食の町、秋葉の新施設、茶原で地方食材を楽しむ。日本経済新聞。 http://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnasfk1802d は13アンペア714100万2015年7月11日閲覧 b-1 食堂が、都内発新室並み焼きそば甲府取り持つに秋葉の降下した産経新聞 http://www.sankei.com/.life/.news/.150710/.lif1507100019/.n1.html2015 年7月11日日閲覧 ?b-1 グランプリの常設食堂を7月10日、開業 JR 東が 秋葉原岡地町間の高架下に、サンキビス、httpww. サンキビス。jp、エコノム、ニュース、15万616、イース1兆5061億6 1 7十万四0 0 1 n 1 htm2015 年7月11日閲覧、JR 東日本都市開発、B-1 グランプリ食堂10、1最終章突入、 4つの人気ご当地グルメが復活します。PR タイムズ2016年9月29日閲覧ありがとうございます。